西安市谷口清子のもっと聞きたい水曜日細野春海ノースモーキングがかかりまして今日も始まりました西安市谷口清子のもっと聞きたい水曜日私は NBS アナウンサー西安市でございます<ー>じゃんじゃんバラババババ,バー,ーと言ってるのは谷口清子さんです えー、先週先々週と不覚にもコロナウイルスに捕まりまして <laughs>、えええー、自宅療養しておりましたいやほんまにねだ、はい、からなんかまああるちゃんお子さんもおるからなんかもう一週ずつずれてもな何やもう何週間も経えんのんちゃうてたらほんまにそうなんてびっくりしたもう,もう僕もびっくりしたでも時間差じゃなくてよかったよね<ん>時間差じゃなくてあのね、うん、申し訳ないけど十分時間差よ <laughs> うですかあの改めてもう先、うん、度ニュースで言うてたんですけど、はい、改めて確認するとですねかかった人は、えー、症状が出始めた日を0日目として10日間、うん えこもってくださいと、はい、今やもう普通に病院に入れてもらえませんからねそうですねはいもう自宅で過ごしてくださいと、はい、それも7日目にもう熱が下がってったのを確認してプラス3日の10日間ですよと。はいうん、で家族は濃厚接触者になりますからマスクをするとか部屋を分けるとかっていうのをし始めた日を起点0日目として7日間、はい、え家から出ないように不要不急の外出をしないようにしてください。うんうん 私がまあ療養を始めてでもう一つの部屋に今閉じこもってですね本当に、まあ、妻が本当にドアの前にご飯を置いといてくれて、えーえー、食べ終わったら紙皿を捨てて「ありがとう」って言ってお盆を返すと。ま独房ですよね まあねですわ <laughs> 的な感じでそこまで厳重にやっていたのにっていうことですよね。はい、のに6日目に長男が発熱うんうその次の日には三男、はい、0歳も発熱、えー、病院に連れて行ったら妻も含めて3人陽性。ということは3日か4日間ぐらいは何とか耐えられてたわけですよね3日4日どころか5日目過ぎて。う よっしゃあのいわゆるオミクロンやったらね大体いい潜伏期間が23日と言われるからねえ、ねえー、4日目5日目これはなんとかなったぞとで僕の症状も収まってたから、はい、あこれは家族は無事で済んだわと,と思っていた時に感染が分かったので,でその時の、ね、落ち込みたるやね。家族全員あの幸い軽症 世の中で言われる継承ですけれどもそれは幸いなんですけれども、うんうん、この家族で別れて家の中で過ごすということちっちゃい子供がいるということ周囲に頼れないというかねう,うちおいでってう周りも言,言いたいけど言えないし実家のおじいおばあが来てもらうわけにいかないし、うん、だから本当に自分自で何とかせないかんっていうそううんもうね すっごい大変。そうでしょうね。まあ、でも、もちろん助けてくださる方がいるからやねんけども。<う>あ、本当にリアルに、中に入ってもらって、うんぬんってことはしてもらえないっていう。でも、まあ、そんな中で、あの、励ましのメッセージもいただきましたし。はいはい、あの、ご近所の、ママ友からは、はいはい、あの、子供たちが退屈しないようにって塗り絵とか、画用紙とか、折り紙とか。粘土とか。 えー、もちろん食べ物を差し入れしてくださった方も大勢いらっしゃいますし子供がいるからこそ大変だったという面と子供を介したつながりでご近所さんに助けていただいたっていうことと、えー、お両方をですね本当にでもありがたいという気持ちもすごくたくさん感じさせてもらいました。はいはい、そしていいただいておりりますタマささんんから西 西さんおかえりなさい,ただい、ま、西さんのお休み中のツイートほんと泣かされましたすごく素敵なご家族西さんのお人柄も素敵すぎますきよーよかったねやっぱりこのコンビやね今日も楽しみにしてますそしてもうおひと方なにのロイヤルファミリーから西川佳菜子さん <laughs> 拍手って,てあ。あんたも大変やないか。オタクも大変やったやないの。清よししも、ヘレンさんも、ただしさんも、かのこちゃんも、そしてその子供たちも、みんなかかって、足元やないか。私もやっぱり、あ、一緒にすんどんなと思いましたもん。誰と誰が。 いや、ロイヤルファミリーとか、一等な思いましたもん。ロイヤルファミリー、西宮出張所みたいな。そうそうそう。なんでやね。んせやけども、ご家族がっていうから、ああ、そっちの家族ね、と思いましたもん。ほんまにも。いや、もう。でも、なんかね、まあ、こんなん言うと、あかんねやけども、やっぱり、あの。家族は。無理やな。ああ、そう。あの、要するに、家の中で。まあ。っいうのは。家族構成にもよるけれども。うん、ち、特に、ちっちゃい子供がおったら。だって、若。 でもその道理とか説明とかできひんもんね。さあ、てててててって走ってきてギュッってするよ。しちゃうよ、ね。なんかもうそれは要するにもういわゆる理性の前、理屈の前の反射的にっていうか、うん、うね無意識にしちゃうっていうところが本、うん、でしてからあ,あーってなったりとか。だから僕はもうそ,それをしちゃうからもう本当に、うん。 あの部屋に鍵をかけましたからね自分自分の側から鍵をかけるというか <laughs> もう出たらだめっていうねうまあそれでもだめでしたけど、ね、いやいやまあでもねあの本当に軽症でね,ね、はい、今も皆さん元気でということでね、はい、えー、っとまあ後遺症というほどの後遺症もないんですけど、まあ、ちょっとねっとあるらしいねでもねまずちょっとは鼻声ってわかるちょっと とだけねでもね普通に喋ってると鼻声なんですけどさすがにオンエアになったらオンエアの時の声ってあるじゃないですかそれを出してはるとわからないですでも普通に打ち合わせとかでほわーって喋ってる時は鼻声でしたやし目が潤んでたそれはキヨピーに会えたからそうやろちょっと捨てられた子犬みたいになっとったもんキューキューキ何を言うてない。 本当にでもや,やっぱそういうの感じるんですか？後遺症的な何かを <laughs> えっとまずその鼻詰まりとかがないのに、うん、鼻声っていうのは自分でもなんかなんかなんでこんな声なんやろうっていう。え 鼻はすスすス通るんですけど鼻声っていう、まあ、いこれまであんま経験したことがないですねやっぱり、うん、まあ風邪はひいて鼻がちょっと詰まってんなっていう時には鼻声になりますけど喉の痛みもない鼻の奥がツンとするような痛みもない鼻も詰まってない鼻も垂れない、うんうん、なのに鼻声っていうのが一つとあとね味覚嗅覚3割減っていうね何のバーゲンやねんっていう感じですわ。ねえ嗅覚に至っては40%オフかなファイナルセールやわほんまに。 それは、あの、どの、ど、三割四割と思うのはどんな感じなの。あのね、えっと、全く味が分からないわけではないので、あの。正直、あの、社会復帰するまで、あんまり気づいてなかったんですよ。はあ、ただ、あの、三男、妻が、あ、三男、うんちしたわ。って、うんうん、まあ、おつですからね。はい。言うんですけど、え、ほんま?へんで。今まではもう、三男がやったら、こっさってなってたんっ。お、お、やっとるなっていう。うんうんうん なんでやっとんのにそのご機嫌でハイハイしとんねみたいな感じだったんですけどくちゃいよっていう、うん、くちゃくないんですよ僕。お<ー>っていうのと、えーまあ、この月曜日から会社に来てるんですけど、はい、おうち上の方の階にし社員食堂があってその社員食堂に行くとやっぱりそこであのお出汁の匂いとかします、ね、揚げ物の油の匂いとかが混然一体となったはい,、はい、いわゆる食堂の匂いってあるじゃないですか。そのの、ねうんうん、の食堂の匂いいがしないのよ あれ不思議ですねそうでカレー食べたら、まあ、カレーやなっていう口の中がピリピリするからカレーっぽいなと思うんだけれども、うん、その香辛料の香りいわゆるカレーの香りがうん、うん、まあ3割減じゃあやっぱり耳鼻咽喉系っていうかやっぱりちょっと匂いみたいですねその味がしないっていうのはだってほら鼻つまんでで物食べたら味しなないい感じじすするじゃないですかだからやっぱりちょっとなのかな鼻系って だからそっちからの味しい品感じになってんのかもしれないですね。ね、まあ、あたこの辺りに関しては、まあ、の時間薬かもしれないので、まあ、気長にもう治るのを待つしかないかなと思ってます。だいたい普通の耳鼻咽喉系の,あの病気で病気っていうか調子悪いのでもね耳鼻咽喉系ってもう本当に日にち薬でしょう。 まあね、だから何かちょっとこうまあ、ね、まあグッてステロイドとかあとはちょっとビタミンでちょっと敏感になるやつ飲むぐらいしかなくて、うん、やっぱりそんな。 勝手に処方されてもないのにステロイドとかもちろん飲むわけにもいかないし、うん、ほんなら何かやっぱり結局は日にちで待つみたいなのが多かったりするじゃないですか、うん、だからそれもあってすごく長引いたりとかっていうのがだから聞いてるとちょっといろんなことがガテンいくっていうかまあ、ね、なんかねん,なんかこうパッとやって去って治るもんではやっぱりないところに残るからやっぱり後遺症でなったらその後々が。 その時例えば軽症にしたってもちろん重症やったら、うん、やっぱり多く残るのがそういうところやねっていうのがあるのかもしれへんなとやっぱりうちの会社の中でもあの早くにかかってオミクロンではなくてデルタの時期とかにかかって、はいうん、肺炎までなった人っていうのは、うん、今もちょっと階段上がると息が切れるとかやっ,、ね、あのやっぱそういうのが一個あるとねすごい人間ね気力が,そがれるのよんなんかこう体重い感じでなんか一旦腰を。 下ろしてしまうとなんかこう重いみたいなねことがあったり気持ちも落ち込む気持ちがねあのきっとまあこれだけの感染ですからそういうまあ今まさに療養中だという人もいるでしょうしラジオ聞いてくださっている方いらっしゃるかもしれないですねもうしんどいなもうしんどいです本当に大変だけれどもあの。 頑張りまししょうとしか言うないなただ、うん、あの周りに目を向けると、うん、あの気遣って連絡をくれる、うんまあ、友達や、うん、あの親御さんがいたり、うんえー、娘さん息子さんがいたり、えー、ご近所さんがどうって言ってくれたりふ普段あんまり意識しないところのつながりを見つけることができたり、うん、でも本当に。 保健所かかららうちは電話も来ませんでしたからねメール SMS ショートメッセージで来ましたけどもうん、うん、そのメールですらとりあえずは認識されてるわっていうことでうん、うん、僕こういう僕がここにいるってことを知ってるって何、うんうん、かそんなつながりですらあつ、うん、とりあえずつながってるわみたいなねそれぐらいつながりということを意識する。 そうですね。だから逆に言うとやっぱり孤立させてはいけない、はい、っていうね、うねここですよね。はい。うん、まあ、ともあれ。はい。戻ってまいりました。はい。ありがとうございます。復いたしました。いやだ。はい。え花子へ復活でございました。うん、爆発してます。 はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ということで <えっ S 2>、えー、今日のですね。電子メールのテーマはですね。はいはい、何でしたっけ？復活復活？あなたの周りの復活復活ね。なんかまあなんか？まあ、んかあの例えば私の周りの簡単な復活は、うん、よく、あのサプリメントを復活させるっていう。 あのー、まあちょっと高いサプリメントとか買うほんで、まあ、飲んでたらいいかなと思うねんだけどそのうち慣れてきてもどうでもええわ高いしと思ってやめるそれ、はあ、なんかなと思ってサプリメント復活させたら、はあ、なんかちょっと肌がツヤっとするとかそうなの <laughs> あとはお化粧品で高い美容クリームみたいなやつ、はあ、アットコスメとかですごく点が高くていいよって聞くから、はあはあ、いや私はそういらんよいらんねんけどいらんいらんね,ん <laughs> いらんねんけど,いらんねんけど基本いらんねんけど,んんけどあんまりでも人がいいって言うから,うからちょっと使ってみるやんほんならあええ やんかって思うんだけどやっぱり肌も慣れてきて2本目3本目っていかへんかったらなんかまたちょっとな具合がなと思ってあそろそろと思ってまた使ったらよかったりとかするっていうそういう復活 <laughs> まあ私の場合そういう大いもない復活ですねそういう復活ねえそんなあの命に関わるようなことは全くございませんいやいやいや僕も命に関わるようなことはないんですけれどもねともあれ復活いたしましたんでそうなんです、はいえー、何ですかねあのちょっと斜めからチョップしたら映らんかったテレビが復活したとかですね,いいですね何でもいいですはい。はい これ復活ししちゃいましたあのタバコずっとやめとったのにみたいな人もいるかもしれないしあの私もあのコロナ明けでお酒飲んだ時うまかったわコロナビール飲んだったコロナビール。<laughs> <laughs> やっつけろー言うてね、うん、近所でセールやってて <お前 S 2> ちょっと安かった <laughs> いいですよ、ね、コロナビーお前やで、はい、妻と一緒にちょっと妻はまだあの授乳中なんでねあそうです一口です、ね、ちょっとだけね本当にね、はい、ということで<活>今日はあの西アナウンサーの復活を記念してメールテーマ「復活」でございますさあメールはあもっと「#mbs1179」ドットコムもっと「#mbs1179」ドットコムツイッターは「もっと1179」「もっと1179」っとマークもっとですハッシュタグは えー、ハッシュタグニシキヨピニシキヨピというハッシュタグでぜひぜひ、えー、探してくださいよろしくお願いします、はい、しメールご紹介させていただいた方には,はー私とキヨピの三入りポチッと m ラジクリアファイルを差し上げておりますのですはいどしどしとお寄せくださいお待ちしております,、はい、ますさあコマシャル挟みまして今日のゲストの方お越しいただいていますスタジオにご登場いただくのは劇作家演出家の平田オリザさんですんはい。 さあそれでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。劇作家演出家の平田織沢さんです。こんばんは。はいこんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそお越しいただきました、本当ですね。豊岡に今お住まいでそうです。はいはい。はい、今日も豊岡から。はい。あの正確に言うとあの豊岡の手前の江原駅というところの近くに住んでます。あの江原というとあの馴染みがないかもしれません。あの神戸高原の<ん>あの。 一番最寄り駅ですね。はい。そうです。私、父がその辺なので、洋服。あ、はい。それはそうなんです。はい。はい。あの辺なので、子供の時はいつも夏はそこ行って、丸山側で。はい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 。その丸山が沿いに住んでます。丸山が沿いに住んでる。うちの書斎から川が見える。 あ素晴らしいと思います。えー、そこですよ。書斎から川やって。はい、ね、<laughs> いい本当に。たまに私が流れてきます、ね。<laughs> 私がね、<ー>どんなけこで流れてくるのかな <laughs> ね、本当。今年は雪が結構すごいんじゃないですか。すごいですね。地元の方もびっくりする。40年ぶりとかという。はあ 話ですけれども最初はみんなあのニコニコしてたんですけどそろそろ飽きていきます、はい、<laughs> そりゃそうでしえじゃあ今も積もってますかはいあの今朝も雪かきして雪かきするぐらいずっと降って 今日はですねしんしんとずっと降ってますしんしんとずっと降ってますそんな中ね来ていただいて、はい、ありがとうございますいたましたメールもいただいておりますラジオネーム首長鳥さんはあ今回平田織座さんゲスト楽しみです平田織座少年の自転車旅の本も読んでいましたし<あ>演劇も好き 兵庫県の豊岡に拠点を移されてからもラジオテレビ新聞記事で平田さんの話題があると必ずチェックしています、うん、最近影響され豊岡市田島へ何度も行きましたというあ,ありがとうございますあるという方がいらっしゃいますが、ねはい、あのまず豊岡の住み心地は暑い,い寒いはありますが最高ですね最高本当にうもうまあ あの僕55歳で初めて子供が生まれて今4歳なのでやっぱコロナ前に引っ越したんですけどコロナのこともあって本当に引っ越しといてよかったなっていうのはありますね。今都会大変じゃないですか子育てがうちは本当にあの恵まれててでまああの自然の中で育てられますし自然の中って言ってもその特急の泊まる駅まで歩いて4分なんですよ。でえっと高速のインターンまで車で5分で空港まで10分。 分なんで、うん、何の不便もなく楽しく生活してます。<laughs> 想像つかへんよ。あ,あ,あと何でも美味しい。何でも美味しい。海のものも山、たじ牛も、はい、<laughs> お魚もそう。はい、想像つかへん。とは,とはいえね。<laughs> そうです本当に。とは言えなんですよ。そのあの平田織リさんが豊岡に拠点を移すと。

豊川って繋がらないから、うんうん、で正直誰かがめっちゃ来てくれるっていう感じではなくて、うんうん、若い子はもう出ていくみたいな感じになってるから日本の、ね、地方というか田舎はみんなそうやと思うんですけど、うん、それがわざわざ「えっ?」って思うと思います。はいうん、本当に まああの私たちの劇団自体はまあ今コロナで海外はないですけど国内外で仕事をしているので、うん、あの生産拠点はどこにあっても同じなんですね。はあ、だからあの演劇は別に生産地と消費地が近い必要はないのでなんかあの十時間運んでたらあの鮮度が落ちるみたいなのないから、うん、あの工場移転をしたってことですね。うん、まあ工場へと思ったら逆に工場は都会のど真ん中にないですもんね。<laughs> そうですそうです。 とは、とはいえ。とはいえ。<laughs> とはいえ,、ね、<laughs> えですよ。うん、なんで東じゃなくて西かなとも思うし。うその、今その、もともと駒場に。劇場が。ありました。あの、はい、その劇場はどうなん。今もやってますよ。今もやった。まあ、若い、あの、後輩たちが、経営は全部やってくれてます。ね。<ー>はい。 ととということで言うこで、まあ、もちろん後で学校の話も伺いますけれども、はいはい、そのお豊岡に劇団ごと行くぜということについては今おっしゃったようなそのいや大丈夫ここで作って、はい、で見てもらうのはいろんなところで見てもらえばいいんだからという意味で言うと不安とか不安はなかったですね。もう十数年前から もしかしたら地方に移転するかもしれないと劇団員にも言ってたので劇団員もあいよいよ来たかみたいな感じでしたね。はい で,すでも <laughs> でもんで,で選んでくれはったんですかあそれはたまたまですね、まあ、一番の理由はあの大学ができて学長になることが決まっていたので、うん、だったら早めに行こうということと、まあ、僕が移るんだったらば劇団も来てもらわないとあの劇団の活動が止まってしまうので、うん、やっぱり学長はそ,のそこにいないといけないですからね。と、はいはい、いうことなんです。 生活というか東京で劇団員として活動し活躍しそして働き家族もいてっていうことでいうと豊岡行くぞっていうところに戸惑いとかそれ無理全員が引っ越してきてるわけではなくて宿舎も作ったので稽古期間中だけ来て稽古して作品作って上演してあとは国内ツアーとかなんですね。ただ 移住をしてきた人間もいて、うん、あの移住してきた人間はあの演劇教育とかで食べていますご自身が役者さんとしてやって、はい、そうですねだからやっぱり東京の方が、うん、あのマスコミとか映画とかそういうのは集中しているので、うん、そっちで活躍している人間もいるので、うんえー、そういった俳優たちは東京にまだ拠点があって、うん、あの演劇作る時だけ東に来てます、うん、こうやってちゃんと説明してもらったら、うん、めっちゃ行きたいやろ。<laughs> とめっちゃ入りたい私大学にも絶対入って、まあさっきも言ったように多分もうそんな軽,あの軽自動車でピャッいけるから、うん、おじいちゃんとこ住んで <laughs> 丸山川で泳ぎたいからじゃなくていやそれもあるしそんなこともできるねん鎮守 <laughs> の森もありゃははは、はい、うん であのお墓もあってそこにおじいちゃんおって、うん、横に川流れててそこでスイカあろうて <laughs> っていう生活なんですよ。本当にそういういのまで,やってるんですよでそっから軽自動車乗って大学行って演劇教えてもうて観光の話も教えてもらってうて、ん、まあ私だったらそこに住むのかそれとも自分の、まあ、ふるさと行ってそれを勉強したことをそこでなんかそれを仕事にできるのかと思ったらめっちゃ行きたくないあ <laughs> 行きたくなってるけどだ一方でよく僕は実際を知らないんですけど街の空気というかね例えば東京でいうと衝撃団衝撃場がいっぱいある下北沢とかっていう話を何となく聞きますわ。でかつてのフランスパリのカルチェラタンかなんか知りませんよ。んかこう多彩な才能が集まって意見を交わしというその街の空気が育てる何かみたいなところから。 離れる不安みたいなのないなんですかあ若かったらそれはあったと思うんですけどまあもうそれはいいのでいい別にあの仕事がある時は東京行きますから、はあ、あのそんなにあのずっとこもってるわけではないですから。でもなんか役者さんのそれなんかちょっと一つの特権っていうか。はい 他のコーラとその演劇談義でワイワイみたいなのがあるじゃないですか。それはちょっとできないですよね。まあ今コロナでどうせできないですからね。まだまだ豊岡の方ができますからね。そうですね。ディスタンス的なものはね。もういつももう青空のバー。意外と今いろんなあのジャンルの若いアイターンの方も豊岡増えてきてて面白い若い人たち増えてきてるんですよ豊岡。なんかハンドクラフトの街みたいなイメージはありますけどね。変わったね。カバンもありますし、それからやっぱり木のさ 木崎温泉がね本当に賑やかですし、うん、木崎温泉のやっぱり若い旦那集なんかもすごい勉強して観光のことを発展させようって意欲に燃えてますから、うん、そういう意味ではそんなに退屈することはないですねは俺はもういやー行きたかったいや今からでも遅くないと思うよ <laughs> はいどうぞ<笑><笑>まだ一年生しかいてないしね <laughs> いきなり四年生なろうかよやわかる <laughs> あのそういう意味で言うとその豊岡にいい拠点を移したから、はい、あの平田織座作品が何かしら新しい局面を迎えるとか、はい、変化するとかそういうことはそれはないです、ね、ないんだ、はい、それはないんです。けど、うん あの一方で例えば去年の4月5月がまず第一波が来たじゃないですか、うんはい、でいきなりあの僕の,あのワークショップの仕事とか講演会の仕事がおととし軒並みキャンセルになっちゃったんですよ皆さんそうだと思うんですけど、はい、で4月5月も手帳が真っ白になっちゃって、はい、で月月っっ暇だからちょっと映ってきてる連中とあの子供向けの作品を30分ぐらいの 保育園を回れるような作品を作ってあのでそれあの一昨年去年とずっと豊岡とか田島の保育園回ったんですけどそういうのはありますね、うん、はい<の>子供向けのを作ったりとかなるほどはいそれはまあ東京ではできなかったかもしれないし、うん、逆にコロナ禍だからやったそうですねっていうことはあります、はい、なんかやっぱお話を聞いてると、うん、まあやっぱり演劇、うん、なんか私たちが思うなんか演劇とか芝居っていうのと <laughs>、うん 平田さんが思ったはる演劇と芝居は何か違うようよななな気がする、うん、<laughs> どんんところか私が思う演劇とかお芝居っていうのはやっぱりこうなんかまあそんな、まあ、立派なところでバーンってやる人もいるんですけど小劇場とかがいっぱいあってなんかそういうのをやりたい若い子たちがいっぱいおって、うん、なんかワイ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 そしてその周りのなんかこう雑多なところでバイトしてみたいな,あそう、ね、なんかそういうイメージが。それはちょっとあの日本 特有のの状況ななでで、はあはい、グローーバルスタンダードではだ<ー>からそういうイメージがあれば、はい、やっぱりちょっと豊岡に行ってやるっていうと、はい、なんかそこではなんかえー、なんか人間模様のなんかそういうなんかお芝居とかそんなんできるんかなとかあ<ー>なんかそうですねだからやっぱりその日本はすごいプロとアマチュアの差があんまりなくって。はあ でずっとこう貧乏に耐えてあの成功した人だけが最後こう生き残るみたいなね、うんえー、そういうとこはありますけどあま海外は普通に演劇の大学とか国立大学の演芸学部があってみんなそこの出身で、うん、ちゃんと基礎から学んで,、うん、でステップアップして、うんまあ、そこにも競争と淘汰はあるんですよ厳しい。うん、だけどあの日本みたいにめちゃくちゃではないので、うんまあ、それを作っていきたいっていうのはありますね。 うん、あちゃんと学んでちゃんと活動できてちゃんと食っていけてっていうそうですねまあ例えばお隣の韓国は国交私立合わせて映画演劇学部のある大学が115ぐらいあるんですよ今、うん、人口比でいうと日本の20倍あるんでそれが韓流スターとか韓国映画とかを支えているのでこれしかも国策でやってますからそれはなかなか勝てないですよね。うん、でもあの韓国は 私もしょっちゅう行ってた時期があるんですけども行ってたりとかこう手反応っていうあのそ,う、ね、それこそ衝撃場がばーっといっぱいあるそんな平田さんがしてるみたいなそういうちょっと地方に大学があって演劇を学べてそこで劇団がっていうのもあったりするんですか？地方にもありますただ劇劇団もあるんですけどそもそも劇団っていうシステムがすごく日本 固有のシステムで,で海外は普通特にヨーロッパは劇場が作品を作るので劇場が作作品を作るる、はいはい、自分のところでけるものを作る劇場に芸術監督がいて、うん、でその芸術監督がプログラムを決めて、うん、若い演出家を登用して、うんうん、キャスティングとかも一緒に話し合って決めるので自分の劇場でそれもやるし、はい、何だったらそのパッケージで。 <あ>そ,<の>それであの全国世界中を回ってじゃあ人はどうするんですか演じる人は俳優たちはその国によって違うんですけどフランスの場合大体みんなパリにみんな住んでるんですけど、うん、あのうちの豊岡と同じように地方の,あの全部フランスは国立劇場なんですけど地方都市に国立劇場があって、うん、それう作品を作るときに1か月2か月滞在して作品を作りますだから劇場がアパートも持ってます。 はあ、全然違う,あ違う、ね、でしかも違うあの彼らは、まあ、その前の段階で淘汰が終わっているのですごいエリートシステムなのでプロになるとあのもう1年に6か月ぐらい働けばあとの6か月は毎月あのなんていうん最低所得保障があるので。 あ<ー>でお金が欲しい人は映画とか出るんですけど、うん、そうじゃなくても食ってはいけるような。まあ、いわゆる,あのる役者とバイトは切り離せないみたいなイメージああそういういのはないんですフランスはちょっと特別ですよやっぱりロンドンとかだと俳優のやっぱ7割8割はほ他のバイトしてるっていう統計もあるので国によって違いますね 1>、うん、私1回だけね<何>舞台やらせてもらったことがあって、はい、その時に出た人が。うんうん 要するにまあ関西みんな関西でやってる人たちもう何年もやってる大人の人たちなんですけど一人「こいつはすごい」なんでかって芝居だけで食べてるだからこいつはすごいと一目置かれてたんです。 とといいううこはは他の人はそうじゃなでも今日本の状況も随分変わってはきてるんですけど、うん、やっぱり日本は極端に文化予算が少ない国なので、うん、これも、まあ、韓国とばっかり比べてもあれですけど韓国とかフランスの GDP 比でいうと日本は10分の1なんですね文化予算が、うん、だからその支援もすごく少ないので、うん、あのなかなか日本は厳しいってとこはあります。でで昔よりは良くなってるんですけどね あそれでも昔よりは、はい、昔よりはよくなってますあとまあ演劇教育とかも広がっていっているので、うん、あのそういうところで食べていく場所は増えてい はい、ああそうかそうか要するにその役者さんがワークショップをすることであったり、ねね、あとは、はい、あのそれこそ子たたちに教えたりとか、はいはい、豊岡市はもう市内36のすべての小中学校で演劇的手法を使ったコミュニケーション教育展を導入しているので、まあ、相当広がってる、はあま、いややもうそんなやりたいわ面白そうやんだか分かるようで分からないところもあってその、はい、演今おっしゃったんです演劇的手法を用いた、はい、使ったそのコミュニケーション、はい コミュニケーションと演劇っていうの、ね、<ー>子どもに演劇を教えることが、はい、どうその子どもの,あ<ー>あのコミュニケーション能力を高めることとつながるのかっていうあ、はいはい、あのそもそもにこれも日本以外の先進国はみんな授業の中に演劇があるので、はい、少なくとも高校の選択肢修とかで演劇があるんですよ。うんうん 皆さん音楽と美術と書道だったでしょ、はあ、普通の国は音楽と美術と演劇なんで、はあ、で音楽の先生がいるように演劇の先生もいるんですね、はあ、演劇の先生がいるから大学にも演劇科があるっていうサイクルがあるんですけど、うん、で まあ、あの演劇学校でやるって言うと皆さん学芸会みたいなのを思いますけねでそうではなくって大体今こう自分たち考えてグループワークで作ったりとかあのこう工夫をしたり台本に工夫をしたりするような授業が増えてるんですね。でその中でまあ特に一番注目を集めてるのは他者を演じることによって相手の気持ちとか異なる価値観を持った人の気持ちを理解するっていうのが一番今。 あの演劇教育では注目されていいるとでですね自分ではない誰かを演じてみる、ね、あと小学校とかだとやっぱ役割分担がしやすくて僕はよく小学校の先生には「うん、あの声の小さい子は無理して大きい声出させないでいいですよ」ってよく言うんですけど「うん、声の小さい子はね声の小さい子って役をやらせりゃ一番うまいんですよ」い <laughs> いね声小さい役って言って、うん、その子だんだん自信持っちゃって声大きくなっちゃうんだけど、うん <laughs> い、はい、その役割あと役割交換していくとか<は>そういうのがあの、まあ、自尊感情っていうんですけど自分を大切に思う気持ちとか、うん、自分がその集団の中でかけがえのない存在であるっていう気持ちを高めるでそれが実はあの高学年になると学力にもつながるっていうようなデータも今は出ているので、うん、子どものうちはそういう遊びの中で、うん、そういうものをこう培っていくのがいいってことですね。あ<ー> 担任の先生が多分そのいわゆる、うん、私の親に言わすと芝居気があるなって言ってたんですけど <laughs>、うん、そういうのをやらしてたんですよホームルームで。うん 立場変わってやっててやみみたいなはい、はい、そうするとすごい面白かったりっていうイメージがすごくあったのでお芝居って面白いな演じるって面白いなっていうのはちょっとはあったんだけどだからそれといって演劇部に入るとかまではいかなかったんですけどなんかそうですね日本ではやっぱりどうしても特別なあの感じがするんですけど、まあ、もっと当たり前のようにね音楽とか美術と同じぐらいに受け止め えててもらえるるとといいなと思ってるんですけどね、うん、ただ一方で、まあ、何を普通とするかというほど僕はあの演劇について知ってるわけではないんですけれども、はいうん、例えば宝塚歌劇を見に行ったりとか、はい、あ,あるいは他のあのお芝居を見に行ったりしても「はい、なんで俺の言ってることを分かってくれねえんだよ!」<laughs> みたいなこととか「叱ってくださいのあのロミオどうしてあなたはロミオなの?」みたいなそういうお芝居と <laughs> 平田織座演出のお芝居ってうん、うん、まあちょっとどころかかなり違うそうですねあのまあそれも演劇のいいとこで能狂言も全部舞台芸術ですからす、ね、歌舞伎も宝塚もすごくある種のこの論理性があって、うん、で僕は僕でその、まあ、現代公演劇っていう普通のこう人間が喋るような、うん、あのー、まあ 会話体で構成されてるんですけどまあそこのいろんなものを見てもらいたいなっていうのもありますねだから日本ではやっぱりどうしても個別に作品があって劇団が強いから自分の好きな俳優が出てるとか自分の好きな演出家がやってるみたいなので皆さん見に行くでしょはい あの海外の特に地方都市は劇場が1個あってその劇場のプログラムを信頼してそこの会員になってだいろんんなものを見るんですよ今日の集つまんなかったなとかあ今日の俺面白かったなみたいなのをこうお芝居が終わったあとねみんなカフェでこうワインとか飲みながら話すっていうのが劇場の楽しみなんでいいなそういうものをね豊岡に作っていきたいんです。うん、あじゃあ豊岡に、うん 豊岡に平田織座さんが来て、うん、豊岡の皆さんは平田織座作品に触れられるっていうだけじゃなくていろんな作品がまた来てたまたま去年とかは、うん、あの東京で上演できなかった若手が結構来てくれて、うん、いろんなものに触れてもらえたので。 そそうううい場所が一つあるとかほんなら今まで見たことないわいう人らいっぱい来はるそのお話も聞いたりされるんですすどあと城崎に国際アートセンターってもう一つアーティスト・レジデンスといってアーティストが滞在して作る施設もあるのでそちらはコンテンポラリーダンスとかもっとわけわかんないものたくさんやってますけど。 えー、平取り座さんはご自身のやってる演劇が世の中全体のマッピングでいうとわけわかんないものの一つだっていう感じはあるんですか初めて見るとですね <laughs> あのでも僕最初20年ぐらい前に埼玉県富士見市っていうところ芸術監督になったんですよ、うん。で当然その井上久さんのね小松田とかね岸田恵子さんの縁とかまあその分かりやすくて良心的なものからフラン僕がせっかく芸術監督になるからフランスの最先端のね本当によく分かんないものまでこう並べるわけですよ年間のプログラム。そうするとねうちの劇団ぐらいが真ん中に来る <laughs> <laughs> それで それで毎月見に来てくれるお客さんとかやっぱりいるんですよ<ー>市民の方わ、はい、かんねえなって言ってそうするとね僕が劇場歩いてるとねああ平田先生今日のは良かったですね日本語だしみたいなね <laughs> こう相対化されていくんですあ。相対化ね、うん だって皆さん美術館に行って全部の絵が気に入るなんてことないでしょ、はいで,ね、でも一枚二枚気に入った絵があれば満足するじゃないですか演劇もそんなもんなんでた日本では一本一本がすごい高いから<ー>演劇の値段が、うん、その 高い値段払った演劇がつまんなかったらすごいやっぱショックでしょ、うん、でも向こうはその会員制なんで、うん、スポーツジムみたいなもんですからつまんなくてもまあいいかってなるわけですいわゆるサブスク的にう年会費払ったら毎月見られるみたいな小さい劇場みたいなところでそういうサブスク的な感じでね、うん、や,っやってるところもあんねんけど。 やってるところもあんねんんんねけどな,なんで行かへんのかな <laughs> あのやっぱ劇場ってこう習慣性があるので、うん、こう毎月行くとかなるとねうん、うん、みんな行くんですけどね,でね、まあ、映画館なんかそうですよね行き出したら行くんやけど、うん、パタッと行かへんなったら行かへんみたいになっちゃうのはありますよね。あと あのうちのキヨピーがですね「はい、もう行きたいわ平田織座さんとか入りたいわ」とさっきから言ってますけども <laughs>、はい、もう一つ、まあ、これもあのあのいろんなものを読んでみてなるほどというふうなところの耳学問ではあるんですがあの平田織座さんではなくあの例えばロバート・デ・ニーロとかね、はい、その、うん、もう役になりきる<ー>憑依する。<ー>そのまず そそのの人物像というもをを読みみ込資料見ててし実際にその地に足を運んでみる食べたものというものを食べてみる見たものを自分も見てみるその内面を自分の中に組み上げてこの人物それが織田信長でもルイ十四世でもいいんですけどになったとしたらきっとこういう言い方するだろうみたいな内側から組み上げるんじゃなくて平田桐山さんの演出って違うそこ1.5秒遅くとかそれ あの3秒じゃなくて3.5秒で言ってみたいな感じで外側から結構こう演出をかけていくその内面からのいわゆる開煙とか熱煙とか「今日乗ってたね」とかそういうのンい,いやいや,いやあのそういう表位型のですねあの素晴らしい灰もいるんですけど。 あのガラスの仮面みたいなねあ,あ、ガラスの仮面ねでも,でもれねそれはそれは本当に限られた方でみんながロバートデニードならいいんですけどそうじゃないんでほとんどの表意型の俳優は勘違いなんですよ <laughs>、はい、いやだからそういう人だったらいいですけどそれとまあ 教育もしてるので教教育ででそれを教えるることは無理だし危険でもあんやっぱりその内面に踏み込むってことになっちゃうから,<ー>だからやっぱり教育ってのもっと客観性がないとダメなので<ー>誰でもある程度のところまではステップアップしてこっから先は君の才能だからちょっと教えられないけどここまで教えられるよっていうのをはっきりさせないとすごくその,あのその人の人格をこう壊してしまったりするのでそれは気をつけなきゃいけないところですむしろなんか 僕は逆のこと考えててい自分はこの役を理解する上でここは早口で言いたいのにというキャラクターだと思うのに平田先生は違うここはもっと粘ってそこもう少し弱くっていうふうに型にはめられると演じる側の気持ちの持っていきどころがなくなっちゃうんじゃないかっていう。僕がよく言うのは俳優 とといいうのののはなかななかか自分のことを客観視できないのでき僕は演出するときに多分君はこういうふうに言いたいと思っているんだよというふうに演出をしているつもりなんですけど多分あと0.5秒ここで間を取った方が気持ちよくなると思うよで実際そうなのでまあ俳優たちを僕についてきてくれるっていうことだと思います。のねあの その俳優と演じるべき役の接点を見つけていくような演出の仕方なので。全部 あの平田織ザさんの脳内にある役に全部完全に合わせろじゃなくて全然そ,そう見えるんですけどそんな声がない <laughs> そうじゃなくて「<laughs> はいはい、君がやりたいのはこういうことだろじゃあそこはもうちょっと間を取りなよ」っていうことですじゃあ,あのお手伝い演出みたいな感じですかあそうですだから俳優によって全然その間は変わりますからああそう,かそうなんだ、はい、誰が演じてもっていうことじゃないんですね。じじじゃああやっぱりり演演るる人ありきで演じられる キャラクターありきじゃないってこと。ええ、それはそうです。そう、あの、もう、うちの劇団は40年近くて、一つの演目でもどんどん俳優変わっていきますから、そっとそこで。その全部、あの、変えて、うん、もうセリフも変えていきます。高さまだわもう最後高森。だと思ってたんですよ。最後高森やんなきゃダメまあ、ちょ、これはもう完全にね、歴史上の人物ですか、あれですけど。うん 急に今最後高森と思っちゃったんですけど。まあね最後テレクソン亡くなっ。あ、そうなんですすいません。高森じゃなくて演じる人の方なんですね。そうですね。あの見方が逆さでした。すいません。いやなんかますますやりたい。ますますやりたい。私がやったらどうなるのかってことですよね。あのワークショップもしょっちゅうやってますので。そうですね。僕あの東京いた時はいろんなキー局に呼ばれてアナウンサーのワークショップもやりまして。え？ どうするんですか、アナウンサーのワークショップというのはどんなういや。いろいろ、いろいろです。<何>時間にも。はい。どんなね。はい、<何>いや、普通に演劇のワークショップとか。アナウン、あの職業で違うみたいなあるんですか、うん、アナウンサーさんはこんな感じに演じるね、みたいなのとかあの。あ、いやいや、そういう、の、まで、別に踏み込むわけじゃなくて。<laughs> あの、いろんな、あの、まあ、演劇のワークショップがあるので、うん、まあ、それを受けてもらって、その中から役立つものを。こう。 うちお招きしてもいいですかどうぞいつでもやったええなアナウンサーの谷口清子です清美も参加するその時にいたということであの豊岡に来られるまあこれがあるからってことだと思うんですけども大学学校ができて今2年1年ですまだ1年です1年目が終わろうとしているというところですねこの話がなかったら豊岡っていう話にはなってないわけ えあの豊、ね、岡とはその木の崎国サアートセンターを作るる時からのご縁なんですけど<あ>それが発展して、うんえー、いよいよ大学ができるということになりまして、うん、まあこれがその日本で初めて演劇やダンスの実技が本格的に学べる公立大学ということで、うん、まあこれは演劇界の悲願でもあったのであ<ー>まあそれをあの 学長をするということがまあ決まりまして、で引っ越してきたということなんですね。兵庫県立芸術文化観光専門職大学。はい、専門職大学。はい、専門職大学はちょっと新しい制度なんですけど、まあ普通の大学なんですが実習が多いんですね。うん、600時間から800時間ぐらいの実習があったりします。どっちもやるんですね。はい。あの一年目は観光とあの。うん まあ文化芸術両方を学びますでだん,だん進路を決めていくってめっちゃ楽しそうじゃないですか。はい、しかもちゃんとそのまあこういうたやがやっぱり効率のっていうか効率なのでそれでなんかそれとはちょっとやっぱり硬いところと柔らかいところやから、ね、かけ離れてたイメージがありますもん。今時演劇やダンスを自分の子供がやるのをあからさまに反対する保護者の方ってあんまりいなくてやっぱりねあの充実して。 生きてもらいたいたわけですよねメンタルなこととかもあるからで,、ね、でもやっぱり就職は心配っていうところがあってうちはその。うん 演劇学んだことを活かしながら、観光とかエンターテインメント産業にも就職ができます。っていうのは売りで、まあ、それが受けて、非常に高い倍率で全国から学生が来てくれる。めちゃくちゃ倍率高かったと聞きましたけど。特に一年目はですね。はい、あの、まあ、二年目の入試もほぼ終わりつつあるんですけど。おかげさまで、本当に北海道から沖縄まで受験者がいて。えーああはあ まあ,ありがたいことで、それから相当優秀な学生が来てくれてます、ね。<あ><ー>そうか、人間があるからな。はい、<laughs> でもやっぱり今から日本がやっぱり海外からどなたか来ていただけるとかね、<あ>ここからやっぱりこの産業としてやっていこうという時には絶対と思ううん、そうですね。絶対関心。あのインバウンド、まあ大変うるおっ。 特に、ね、関西潤ったんですけどこれやっぱりあの初めての海外旅行に中国や東南アジアの方が安くて近くて安心安全な日本を選んでくださったわけですよね。うん、でももう1回来たい時に、うん 富士山何度も見たいっていう人あんまりいないと思うんですね。それとやっぱりそのスポーツとか食も含めたコンテンツ中身が重要になってきます、ね、これ文化観光というふうに言うんですけど、うん、まあその中でも日本が特に弱いのが夜の時間帯の文化観光でショービジネスとか、はい、もっとその例えば初老のご夫婦があのジャズを聴きながらあのカクテル飲めるような、うん、落ち着いたお店とかがね、うん、やっぱりまだ少なくて、うん、そういったショービジネスと飲食とか体験、うん 意見とかを結びつけたものを企画したり運営したり実践できるような人材育成するっていうのはうちの大学の狙いですそうですよねせっかく旅行行って夜ご飯食べてうん、うん、さあネロではもったいないです,です皆さん特に海外の富裕層の方が夜が退屈だとおっしゃるんですよね<ー>で木の崎温泉もやっぱり一泊二日でカニだけ 食べて温泉入って帰るんじゃなくて、うんうん、やっぱり最終的には海外からの富裕層の長期滞在を狙いたくて、うん、そうすると昼のスポーツと夜のアートが必須になってくるんですね。うそうですよ。ナイトレジャーは絶対にないとそうそう。だから私たちはあのタジを本当に国際リゾートにまで高めるような大学になりたいと思ってます。ああおじいちゃんとこ帰らなあかんわ。<laughs> <laughs> ね、あの昔仕事でパリに行った時に、あのまあちょっとジャンルは違うかもしれませんけど、<え>あの ムーランルジでこれもう終わってめっちゃ良かったなきれ、うん、かったな美しかったなって言って、うん、でそこからワイン飲みながらちょっと食事をしたりしたら、うん、もう夜の12時、うん、1>, 1時になっちゃうんですよね。ででもそんな時間まで、うんうん 楽しめるそうなんです。でよね。さらにアートとかは消費を刺激するんで、また人と喋りたくなったり、お酒飲みたくなったりするじゃないですか。だからもう何倍も相乗効果があるんですよ。買い物もなんとなくねうきうきしてたくさん買い物するでしょ。しますします。本当にねそれはいいないいな。いいないいなですよね。いいないいないいな学びたいな。あの。 ただ、まあ、先ほど来ちらちらとお話には出てますけどもあのコロナの状況っていうのは、はい、日本のまああの,豊川のみならず、はいはい、演劇へのダメージっていうのは、はいはい もう本当に大変ですね。<ー>えっと音楽も含めたライブエンターテインメント産業って今1兆円産業なんですよ。うん、でこの20年間すごく伸びてきたんですね。C うん、例えば音楽でも CD の売り上げはすごい激減してるんですけど、ライブはもう4倍になってると言われていて、うん、まあそこにこれが来て去年一昨年と,と,と、うん、え毎年7000億から8000億がゼロになって 要するに、もう四分の一ぐらいになってしまって。まあ、たくさんの方が、やっぱり職を離れたりとか、まあ、してますね。だから、それ、まあ、あの、それから、今、その。今回のオミクロンは、やっぱり。 感染あの重症化しないとはいえあの劇団員の中に一人でも感染者が出たらもうやっぱり上演は中止にせざるを得ないので私たちはやっぱり最後マスクを外すんで俳優たちは感染予防ができないっていう宿命を追っているので。うん やっぱり一番今回のオミクロンは実は一番打撃が大きいかもしれないですね。<ー>はい。周りがあのこうみんな普通になってきてるだけに、はい。う、は、ん、い。あそうか本当に最後にドンときたという感じですよね。あとやっぱり先が見えないというのは家庭にとっては非常に辛いのと、うん、だからただ単に経済的なことだけじゃなくてこの2年間でやるはずだった上演の中に。 日本や世界の演劇史に残るような名作があったかもしれないじゃないですか、はい、若手の才能なんその子たちがこの世界から離れていっちゃうっていうのは、うん、やっぱりその社会にとっても日本当にあのかわいそう若手がかわいそうだなと思います。うんうんうん あの今のところそれこそまん延防止等重点措置とか緊急事態宣言とかっていうのは、うん、その広げる場所は飲食店、うん、飲食店に規制をかける代わりにそこに補、ま、償、あ、という形で協力金お金をまあ渡すということ、はいうんう を今回も一応やっているわけですけどそれこそ、反対の大竹先生なんかはそれ本当に効果あるっていうような疑問を投げかけていてまん延防止等重点措置の延長に反対ということを国会で発言されたりもしてますがその広がる場所は飲食店であるそこを規制する代わりにお金を渡すエンタメ界にはまあ協力金かな、ちょっとみたいな。この その施策についてはもどかしさもあるんじゃないかかもどかしいんですけどちょっと政府もしょうがないところがあってやっぱり今までにないことなのでどうやって支援していいのかが結構やっぱり文化庁の方も経産省の方も考えてはくださってるんですけどどうすればいいんだろうと例えば観光業で今 GoTo トラベルっていうのは賛否はあってもやっぱりあの潤ったんですよね観光業の方。で、うんうんうん 例えば橿崎温泉でどこどこ旅館の予約が取れなくても別の旅館を選ぶじゃないですか。はい、でもあのライブエンターテインメントとかはじゃあ,あの。 関ジャニのチケットが取れなかったから、うん、じゃあ今回他のアイドルでいいやとはならないんですよあですねだから GoTo トラベルみたいな支援もあったんですがあんまり効いてなくて<ー>安いから行くっていうものではないので,で、ね、私たちの産業は何か別の施策とか、うん、やっぱりそのヨーロッパのような最低所得保障とか、うん、あのまあ最低保障 所得保障をするためにはやっぱりその日本の場合にはプロとアマチュアの境界線を今度はっきりさせないといけないというジレンマがあるんですけどそこがまずはっきりしていないからっていうそうなんですよね逆に言うと言えるということですよねだからこれはあの決してあのこう政府を批判していれば済むという話ではなくて私たち芸術の世界の側もきちんと これから将来に備えて考えていかなきゃいけない課題なんです一番そこが曖昧にして曖昧だからこそ続けてたみたいなところがあるあとやっぱりフリーランスの方がすごく多い業界なのでその方たちどうやって支援していくかも難しいですねそうですね本当に確かにそれが良くて一人でやってる人もいるしねその空気感が好きで自由ですよねあとねやっぱり照明の方とか文教の方が一人親方なので本当に大変そうですよそうですよ そのユニットを組むたんびにあの人に来てもらおうっていう感じでそうは言っても普通に職業としてやってますから、うん、30代40代になればちゃんと家庭も持っていて、うん、なんか小劇場っていうとみんな他でバイトしてるみたいに思われてるんですけど少なくともスタッフの人たちはちゃんと仕事をしていて。うん、でああのまあ ある月は25日仕事があってある月は15日しかなくてでも大体い一人親方で2万円とか2万5,000円ぐらいのギャラを得てるわけですよ。うん、で鳴らすとちゃんとあの家も変えてぐらいの収入あったところが例えば僕の知り合いの証明家で、うん、おととしの4月いきなり、えっと、25日埋まってたのが1日になっちゃった。<laughs> で当時全く補償なかったですからね追いつかなかったからそうそう逆にもうべたっと例えば鴨川踊りとか書いててなくなったら仕事ゼロですからそれはもう本当に大変だったと思いますしあとやっぱりあと児童劇団の方たちとかですね学校回りしてた方たちが学校がもう全部ストップになっちゃいましたからでもこれ回復した時に児童劇団潰れてたら それまた元に戻すのすごい時間かかるじゃないですか。だからある種のそういった教育的なことをやってらっしゃる方。とかはエッセンシャルワーカーなんだと思うんですよね。社会インフラだと思うんですけど、そこら辺の保証もないので、まあいろんなところに。こう困難さが出てますねうん、うん。あの。な、何か逆に言うと、明るい兆しというか。うん、こういうところが一つ取っかかりになりそうだっていうようなことって何かありますか。うん、もし。 これをきっかけに地方分散ができれば、はあ、私たちはすごく有利だったので あの東京に頼ってるからこんなことになっちゃったんですけど例えば長野のねちょっと公共放送の方たちと話した時にもうこのあと今後数年ちょっと大きなコンサート企画できないんじゃないかって言って長野はね斎藤記念やってたほどにあのクラシック好きの方多いんだけれども長野はオーケストラ持ってないのでやっぱり東京から呼ばなきゃいけないわけですね、はい、あるいは海外から。うん、でやっぱもう契約書一つ書けないわけですよ保証をどうするかだけですごい条項が多くなっちゃうから。はいうん でもヨーロッパみたいに各州各県にオーケストラがあり劇団がありバレエ団があればその中で回せるわけですよね。で実際豊岡田島はうちの劇団があったからコロナ収束するたびに保育園園とか幼稚園までで含めてて回,、うんね、回,回ってきたんですよ、はい、だそういうもうちょっとこうドメスティックなねあのアートの活動が出てくるといいなと思いますけど、うん、じゃあもう,うん、うん、その間違っていうかそこが支えないと,ないとないこれを機に地方の時代っていうのが来る可能性っていう ところはね、はい、一つ信じたいと思いますが、ねええー、一旦コマーシャル挟みまして、はい、もう少しだけお話を伺います,いいます今日のスタジオにはあ平田織座さんにお越しをいただいて、はいえー、豊岡のお話から演劇界の今いろいろとお話を伺っておりますけれども確かにねそのなんとなくあの演劇文化っていうのは、まあ、東京のなんかこう お若者たちがガッと集まってるところの文化っていうイメージがありましたけども、ねうん、これがいろんな都市に根付くと、うん、まあこのコロナ禍をきっかけになんか違う広がりが 昔は日本のいろんな地方に農村歌舞伎とか、ね、黒川のみたいな<ー>そういった伝統芸能が普通にあってあの見るだけじゃなくてやったり見たりして楽しんでるものだったんですけどそ,う、ね、それがこう近代に入ってうん、うん、だんだん客席とこうやる側が離れていっちゃったんで、うん、まあこのコロナを機会に、ね、もう一回それが戻っていくといいなと思ってるんですけど、ね、でもなんかその街で自分の知ってる人が出てるとかもかなりお白いと思います。からこれも中止になっっちゃったんで ですけど地元の,あの商工会青年部かなんかがうちの劇団主導であのお芝居作ったんです<え> <laughs> もうそういう動きが出てきてるんです豊岡では。だって見てたら多分本当やりたくなる、うん、まあ、うん、見たくもなるだろうし、うん、自分もやりたくなる、うん、そうすると今度はまた見に行きたくなるっていう、うん、いいうふうに垣根がなくなるかもしれないですね。うんうん、あの豊岡の、えー、劇場は今どういうい 感じでで開けておられるんですか、はい、あの実は今日も上演がありまして「エス<っ>高原から」という、まあ、あの私30年ほど前に書いた戯曲でも国内外で上演されてきたんですけど新キャストで、うんえー、今週末まで。 あの上演をしています。あのだいたい月に一本ぐらいはなんか作品上演してますし、で九月には去年できなかったんですけど豊岡演劇祭またやりますのでぜひ演技でいただける。あいいですねいいですね。なんか本当に行きたくなってない？いや行く行くと思い行くと思う。行くと思うっていうかななんやろこんなに近所にあるのにそうですよね。すぐですよすぐあのいろんなワークショップもあってこれは市民の方も参加できるという。いろんな レベルでやってますので、うん、あのそれから今コロナでできないんですけど大学もいろんな社会人向けの講座とかも出しますので、うんうん、ぜひ近隣の方もおいでいただけるといいなと思います、ねうん、せっかくねご本人を前に言うのもなんですけどもその日本を代表する劇作家の方が関西にはおいでになるわけですからその機会にねあのいろんなあの触れ方を我々もしたいなというふうに思ってますがで,すでプラス木の先温泉一ったいいんですね。 その平オリザさんがこの曲を選ぶのかっていう曲を最後にご紹介いただきたいと思います <laughs>、はい、もう少しお付きいください、はい、今日の「もっと聞きたい水曜日」のゲストは劇作家演出家の平田オリザさんですが楽しい話をたくさん本当にはいん、えー、伺いまして最後にあのこの番組にお越しいただいたゲストの方には必ず1曲何か、はい、曲を選んでいただいてるんですが平田オリザさんの選ばれた曲は何でしょうか、はい、えっ、ー、と「桃色クローバー Z」の「青春風」をお願いします <laughs> がお好きあのですね <laughs> 今日はあの演劇ちょっととっつきにくいハードルが高いみたいな話あったと思うんですけど私あの7年ほど前に「幕が上がる」という小説を書きましてそれがももクロ主演で映画化されて<あ>これはあの高校の演劇部を舞台にしたとても分かりやすい映画なので <laughs> まずここから入っていただくのがいいかなと思ってそれの主題歌が「青春風」なんですね。幕がが上るという映画はあの桃 黒の皆さんもその後俳優としてみんな活躍するようになったんですけど、はい、それが吉岡里帆さんとか吉野京子ちゃんとかそれから伊藤沙莉さんとかもいろんな若手をね、うん、あの輩出した映画だったので、うん、まあうちの大学もねそういうふうにいろんな才能が生み出せる大学になればいいなと思っています。というあの最後はここに来るかというような。 でもちゃんと縁があるというね。もちろん曲を選んでいただきました。今日は平田織座さんにお話を伺いました。では改めて曲紹介をお願いいたします。桃色クローバーゼットで青春の夫です。はい、平田織座さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間のニュースをお伝えしたところで我々も気になるニュースがいくつもあるんですけど、その前に今日のメールのテーマは復活。はい。 えっと、頂いてますよ。はい。キヨピーの給湯器は復活したん。は。それがさ。どうしたん。もう。もう。それがさ。どうした。あの安全弁を取り替えてもらって。弁を変え談言ってたね。せやけども、四月か5月ぐらいまで。無理です。と。そしたら、この間。この間。給湯器のところの。の。 あの<何>デジタルの表示が普通は何度何度で何時何分やん。んああ、その操作版ね。操作版のところが。とか自動とか追い出きとかついてあるやつね。ほんで、あそこ、はい、潰れた時に、あそこが謎の百十三番。百十三番。ピコピコしてたわけ。はいはい。で、この間ふんふんってパッと見たら。百十三番がピコピコしてんのよ。百十三出ました。ほんで、あかんと思って、とにかくバッと切ってん、はい、何でも元線とか。<laughs> とにかく元を切てほんで怖いからその日はもう再起動せんそのまんま、うん、ほんで次の日祈りながら、うんお「お願いしますお願いします」「5月になったら来るからお願いしますお願いします」って言ってつけてん、うん、ほんならピロピンって落としてから、うん「昨日の夜は113は出ませんでした」。 ちょっと待って <laughs> いつまでそんなヒヤヒヤドキドキなスリリングな日々を <laughs> だから今日も分からん今日もまあお,にお祈りしますよやるときにねうん、うん、お願いします113出ませんように出ませんようにパッてってピロピンって音がしてこれで待って113がチーカチーカしたらもうアウトまだだから銭湯に行っかなあかんっていう状態にはなってないの、ね、なってないだってその時は的から消したからそうや、ね、だからあれがほら歯でもねなんか一瞬痛くなるときは歯、ね、歯 虫歯やんやばいと思ってすごいギンギンって痛くなってうわーやばいなどうしよう明日行かないかな思ったら次の日だったら全然どうもないっていう時あるやん、うん、でも結果なんかレントゲン取ったら中でめっちゃ虫歯ですよとか言われたらすんのよなあでも<ー>一応変えるから4月か5月までは<え>だからそれまではって魔、まま、の113番 <laughs> 113 それか大阪合生からみんなそうやと思いますよ。113が出たら皆さんね、ええ、113ですみ。みんな113番に気をつけろ。113はやばいですよ。気をつけてください。はい。ありがとうございます。えー、まだまだメッセージもお待ちしておりますがます気になるニュース。キヨピー何が気になる？気になるニュースの前にね。何？日産お帰りなさい。あただいま。うちはまさに今子供のコロナ陽性ですごもり中です。あ<ー>自宅隔離って無理ですね。うん、今回過ごもりでトランポリンが何年ぶりかで物置から出てきました。 うち、ね、近所の小谷さんがトランポリン貸してくれてよかったよ子供がもうどんだけトランポリンやったかあ,もありがとうトランポリンでもねトランポリンもなかったら出てへんから筋力が落ちるからねそう,はっきりう大人も子供が寝てから片足でけんけんトランポリンやって、うん、何とかしてあの筋力落ちんようにやってたから、ね、<laughs> ほんまや遊びに出られない分体力使うものを探して発掘20分ぐらいは役立ってくれてますということで。うん 子子供さんが先にかかった場合はさらに難しいと思うやっぱりお世<ー>話せ,せなあかんやん。 トイレ行ったら子ね、もさんの大きさにもよるけどシーしたげなあかんし拭いてあげなあかんかったりもするからねお風呂も一人では入られへんかったりするからこういう時のロボット早くロボットだからコロナにロボット介護にロボット介護にロボット教育現場にもロボットだからマイロボットをやっぱりちょっと私は開発したいですね全然関係ない気になる <laughs> ですけどね。<laughs> あのその話が出たんで、先に私の気になるニュースからいきますけれども、どはい、あのイギリスの中でもイギリスってはいくつかのあのねえー、国の連合体みたいな形、イングランド、ンスコットランド、ね、そう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 できたアイルランドとかね。はい、ですけども、その中のおまあ一番大きいイングランド。イングランド。があコロナ規制を全廃するというニュースがあります。全廃？全廃。だからもうあの例えばあのかかったとしても。 隔離の義務はもうやめますとか、検査も基本的にはもうやめていきますとい,うういもうマスク整備どころの話じゃないんですね。そうですね、えー。新型コロナウイルス対策のすべての法的規制を撤廃する方針ですと、はい、えー、いうことです。何がどうなるのかの。ジョンソンさんが決めたんですよね。そうそうそう,そう,そう,そういつもあの髪の毛荒れたままの人ですよね。ああそうですね。といたことないですもんね。あのエアリーな髪型はどうしてるんやろね。これね、これもしかしてワックスつけてたらびっくりですよね。うん 多分で,でもね、うん、でもね僕安藤忠雄さんと建築家建築家の安藤忠雄さんとあのかつて同じスポーツジムにあの行ってたんですけどうわまた高いとここやろうなこれ安藤忠雄さんの無造作ヘアは無造作ヘアあのお風呂上がりでぶわーっとドライヤーで乾かして、うん、で櫛を通して右左右おしまいっていうすっごいあの独特の。 あのなんかヘアセットやったよそんな言うてええのいやいいと思うめちゃくちゃかっこいいねもだってその様子がバサッバサッバサッと3回やったらあの安藤忠雄さんのエアリーかつなんかこう物うげなあのね一周回って今韓流のコーラあんなかみがあったしいるそう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 そんな細かく調整したりせえへんねふわっていくねあいいですねうらやましいですであの イングランドではコロナ規制をもう全廃するということなんですね、うん、ほとんどの教育保育現場で職員および生徒に対する週2回の無症状検査の実施やめる,やめる新型ウイルス陽性と判定された人法的に自主隔離する必要はなくなるということです。本当に何もしない、まあ、あの陽性としては、まあ、家にできるだけいてくださいっということ言うんだけれども法的に隔離をしなきゃいけないという義務はなくなくると例えば日本から行ったり するときに、えー、例えばワクチン売ったらあかんとか<の>なんかそんなはあるんですかね。ことについてでもね入国とかについて日本ほど厳しい水際のことをやってる国はほとんどないですから。うん、ーかオーストラリアもそんな全然オッケーよみたいなね、うん、言ってますよね。あのまあ。 えーとその辺のことの情報はここには書かれてないでけどでもじゃあそのイングランドの中ではそういうことは全敗するっていうねそうですねで,すねで日本でもそういう議論ってあるんですよもうオミクロンって、はい、ほとんど重症化せえへんねんから、うん、いわゆる二類相当から五類、はい、普通の風邪と同じようなあのいわゆるインフルエンザと同じような扱いにすべきだっていう、ねはい、その方が医療が逼迫せえへんっていう理屈はあるんです、うん、で確かにうちじ自宅隔離をやってみて思ったのは、うん コロナそのもののしんどさよりも隔離のストレス<ー>う心理的なあのメンタルやられる感じの方がはるかにしんどいですだからそういう議論がオミクロン株の今の段階で日本でも起こること自体は、うん、そういう風うに思う人もおるやろうな、うん、とは思います、うん、ただあのなのなで年寄りだけ守れば大丈夫なんだよ、うん、って言うんですけど、うん、じゃあお年寄りは世間から離れて あの暮らしてるんですかって言ったらそんなことはなくて家族の中でお年寄りにかかることもあればじゃあ介護施設で職員を介してとかあるいは一人にかかった場合にはえ高齢者の施設の中でやっぱり広がって重症化してっていうことは起こってるわけで現にこのオミクロンは重症化しないって言ってる中で連日ここ数日過去最多の方が亡くなってるわけですよ。だからあの 僕は自分の両親がもう年だからもうコロナにかかっても寿命だと思って諦めますとはとてもじゃないけど言えないのでそんなことやる人いないでしょ、うん、そういうこと言える人いないでしょいいないですだけど世の中総体としてはお年寄りがかかって亡くなるのはしゃあないやんっていう人はいるわけですよ 絶対みんな誰かかの親ですからね、うんうん、だけど <laughs> そのことをやっぱり自分の親がかかったらどう思う,う、はい、自分がお世話になってるこの人がいなくなったら困るという年かさの人を想像してその人たちを守るという僕うちはだってもう家族全員かかって、うん、もう,言うたら家族を守るっていう意味では。 隔離する必要なんてないわけですよう、まあ、もう家族かかってるわけだからんで一緒にもし住んだはったら全員ってなったら、うん、もしかかってたら自分たちは軽症でもいいけど、うん、ここにお父さんお母さん高齢の方行ってらっしゃったらね同じような状態では済まない、うん、だからこの感染は少なくとも西池で止めなあかん,うん、うん、っていうあの まあ気持ちというかか、まあ、それはどっかでありますよフラフラ出て人から見られてあの後ろ指刺されるようなことも嫌だし、うん、なんだったら誰かに移すのももっと嫌だしだからイングランドはイングランドでこういう判断をしたけれどもお僕はあの今の隔離がそれしんどいよ。 めっちゃしんどいよん、うん、めちゃめちゃしんどいもうな泣きましたよめちゃめちゃ泣きました家族みんな泣きました特に妻は本当にしんどかったと思う、ね、だからもう出てもいいよって言っての公園で爆発させたんですよね、うん、なんかあの <laughs> ストレスだけども終わったらねあのあの出かけましたけどもあのだからもうほとんど普通と同じ風邪にしなきゃダメだよっていうのはちょっと今の時点で僕は 賛成できないイギリスもこうなったんだしっていうふうには僕は今は言えないなあというふうに思いながらでも国ごとにいろんな措置を取るこれからねウィズコロナっていうのをどういうふうに規定するのかっていうのは国によって違いも出てくるでしょうしでもちょっともう出遅れてるからう他の国のちょっとワクチンとの兼ね合いもありますしそしてキヨピーはそんな中ですね ええー、まあ、あの、そういう期間も過ぎまして。西アナウンサーもめでたく。めでたいよ。ビールで乾杯。うん。したんやけれども、あんま、コロナで乾杯したんやけれども、うん、ちょっと味がわかりにくいと。うん。コロナはやっぱりさっぱりしてるよねと思ったら、自分の方の味覚がさっぱりしてた。さっぱりしてたんですね。うん、そうなんですよ。まあ、でもね、あの、決算がビール大手4社出揃ったらしいです。国内のビール類市場の縮小に直面しているらしいです。そら、そうやろう 新型コロナウイルス流行による飲食店販売は落ち込みますよねどんだけ外で飲んでないよほんま。でも若者のビール離れっていうのは非常に加速しているらしいですあ,<ー>あのビール類の国内市場規模はピークだったおよそ20年前から2割程度減少しているということです、うん、つまりあのあ人口も減っておるしな、まあ、その昔言われたとりあえずビール、うんうん まあ,あの今まあみんなで集まることもないですけれども会社で集まる何人かで集まるとりあえずビールそこに「いや私ちょっとあのチューハイが」とかなかなか言える雰囲気もなかったじゃないですかかつてねかつてはね本当に20年前はねはいそうですほ<う>んでまあでも本当にまにここ最近になってまあそういうのもでなんで「とりあえずビール」が言うたらやっぱりもう同じのみんなが 一つのものもをほんで話が早いから、うん、もうこれこそ飲み物の多様性は認められなかったわけですよ感じ楽や,、ね、いやせやけども <laughs> そ,うそうやけど考えてみたら <laughs> 自分の飲みたいものを飲ませてくれやっちゅう話ですよ。ほんでなんで覚えてるビール生まれて初めて飲んだ時、うん、美味しい思った正直。全然 いやもうコーヒーとビールに関しては本当に思うわコーヒー牛乳がこんなに美味しいんやからそ<う>きっとコーヒーはべらぼうにうまいんやろうと思ったら「何これにがってなったし,いしないでサイダーがこんなにうまいんやから、うん、大人があんなに嫌になるほど飲んでるビールはさぞかしうまいんやろうと思って大人になって飲んでみたら「は美味しいよ美味しないんやん」と思ったよ。せやけども、うん、まああのなんかぎなんていうんやろもう慣れだったり。 ちょっとした義務だったり、うん。<laughs> いつから美味しいと思ってんやん、ね。コーヒーなんかもう出されたもん、こままらへんっていう若手の宿命とかあるやん。まあまあ,ま,あまあまあ。でビールもとりあえずビールみたいなのもあるやん。うん、まあテの世代はあったので、ね、それでまあなんとなくまあ。慣れてきたかなと、うん、私も生まれて初めて飲んだのが思い、あの思い出すと。京都の高島屋の上のビアガーデンで生まれて初めてビールをジョッキで飲むっていうこと。 やったわけですよね。うん、その時本当に飲みすぎてフラフラになって、うん、帰りはちょっと覚えてないんですけれども、覚えてないの大丈夫危ないにあってないて。なんかあったかもしれない。もう怖いわ、モヤヤはもう怖かったわ。うん、まあでも、うん、実際あのそういう義務感とかは飲まなあかんみたいなシチュエーションじゃないと、多分もうビールって飲まへんかもしれんなって思うんですところが今や私この後家帰ったらやっぱビール飲みますからね。だからもうそういう慣れって怖いもん。だか,だからズバリおっちゃんよ。え？おっちゃんよ。 最初は義務感かもしれへんけども飲んで飲んで慣れてもうやっぱりこれやなとか「かこれがうまいやな」とか「これでから揚げやな」とかいうのはもう多分習慣のものでねそうか多様性を認められなかった私たち世代の宿命ですよね。じゃあこれからそ,そう思うとあれはねビールをおいしく飲めるようになるチャンスを逃す若者が 多いかもね。でも、だから、そういう。上から、み、目線はいらんよ。うまいのに、言うて。そうよ、うまいの、うまいの、飲めへんね。んとか、そんなんちゃうね。もうほろ酔いで。そうか。アルコール度数三パーで。ほろ酔いもうまいけどな。うん。そうか。そう、そっちの甘いお酒でいいんですよ。ほん。我ながら、おっさんの発言やったな。多分そうやとお前ら、お前ら、ビールのうまさがほんまに、わかる日が来るのにな。もったいないな。っていうのは、おっさんの会話やね。これ。それよりもっと言うてでしょ。お前。モルトの良さ、わからへんのかとか、絶対言うんちゃう。いや。 もうね、そ,そんなねなんちゅうかね押しつけがましいことはさすがにようはでもウイスキー好きでしょ何ちょっと待ってあのねなんか世の中ウイスキー好きっていうとものすごいなんかこうあの高いところからもの言ってる人種みたいに見られるけど高高いもん高いももんん僕の飲んでるウイスキーねあれですよ一瓶800円ですよあよそんなんあんのあるある

ありがとうまあでもそういうねうんなんかほらビール飲めて一人前、うん、ウイスキーの良さ分かって一丁前みたいなね、まあ、そういうのはもうその文化自体が多分もう何々をやった時に大人になったなと思ったみたいなのって、うん、だから興味の,あの子は何で感じるんやろね。車のローンを組んだ時とかう 言ても家買うた時とかね、車乗らへんやろ。そうや。で、家も賃貸でいい。ビールを美味しいと思うようになった時言っても、もう、いや、なんで我慢して美味しくなるまで飲み続けなきませんのっていう。うん 分もう消費で何かを買ったりするので大人になるっていう感覚自体がもうなくなると思うんですよ。確かにね。それが正しいかどうかって言うと分からんもんね。そうなんですねだからもう価値観も変わってきて今の若い子はっ、ね、て平田先生も言うてはりましたけどもんだからどん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 ,どんまあやっぱり変わっていくっていうそう,や、ね、そうですねアルコールの好みさえも変わってきたらしいので。ビールも コロナが、開けてもね、もうとりあえずビールはなさそうです。うちはそうやで。うちはそうやで。実は妻は僕以上にビール好きですから。ですかはい、あのコロナ開けて、あの。おっぱいあげるのも終わったら、うん、もう目いっぱいビールで祝杯あげようと思ってます。そうやね、ほんで、もう錦<だ>はそうしてください。その代わり、はい、アナウンサー室にそれは持ち込まないでください。大丈夫、大丈夫。もうそん、そんな嫌な上司を見てきたからっていうのは嘘よ。<laughs> 微妙なここことさあそれででは先週の西君が会えなかった谷口真由美さんの本気をよろしくね言うたはったあの人の名言言ってた私な痩せたらただの美人やねんっていうそれは出えへんかったですよほんまにいや谷口苗字はパッとせえへんって二人で言うての谷口さんに悪かったな言うていう話はしていましたそうかコマーシャルの後はは立岩よちろさんのコーナーです 立岩陽一郎のもっと言いたい水曜日。う <laughs> <laughs> まいこと言った。ありがとうございます。はい、ということでスタジオにはジャーナリストの立岩陽一郎さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。ま あの先週先々週と清兵衛のお相手は、はい、ありがとうございました <laughs> いやもうあのもう頑張らせていただきたました、ね、頑張ってなんかちょっとしんどかったみたいよ <laughs> あのねしんどいというよりもずっと喋ってたらだんだんなんかなんか寂しい顔になって<ん> <laughs> 僕苦手やねみたいな感じになってきてて私なんか一日みたいなそう,そ,そういう仕事じゃないねんから <laughs> そういう仕事やね <laughs> <laughs> そうです、はい、<あ>さて、うん、はい、えー、今日の立川さんの お話は、まあ、あの先週についてですけど、まあ、当然、ウクライナ。そうですね、ねウクライナ。ね、であの先週、あの、うん、話をさせていただいたのは、うん、その、まあ。バイデン大統領が、何を言っているかっていうのを、その報道では。語られないバイデンさんの、言葉から、ちょっと状況を見ましょうっていう話をしてたんですが。うん、そうだから、も英文ね、ちゃんと原文で読んだらね、こういうこともちゃんと書いてあるよっていう。ういううね、まあ、前回で言えば、実はバイデンさんの演説は。 アメリカ国民に向けてと言いつつかなりロシアに対して言っていたでそれはそ<う>例えばあの我々は敵ではないとか、うんまあ、一番象徴的だったのは70年前思い出してくれと我々は一緒に戦ったサイドバイサイドで戦ったじゃないかつまり第二次世界大戦を思い出してくれというメッセージを送っていたわけですね、はい、でその後、うん、2>, 2回、まあ、今朝も。 日本時間の今朝、うん、また演説をしたわけですけど、うん、まあ当然のようにがらりと買っていくんですねそれは、えー、っとウクライナ東部のお、えー、独立をロシアが認めた後ということですね。ということですね。いすねはい、それを受けて、はいえー、会見をしたんですけど、まああのー、もうすでに日本の報道であるように、あのーまあ、制裁を課しますということをまず発表しているわけですね。うんはいうん でその制裁というのがまあ大きく2つあっていわゆる金融的なあの制裁ですよね、はい、だからそのロシアにあるまあ軍の関係の銀行に対するまあ西側の,その融資を全部止めますと、はい、であとはそのこの決定に関わったつまりこの2つの地域ウクライナ国内にある2つの地域の独立を認めた えー、その時の関係者の資産のすべて凍結させますという、まあ、それはそれでドル、うん、ドル建てで大体皆さん持ってたりする資産が課題あるんで、非常に大きなあ制裁であることは間違いないんですけど、まあ、ただこれは <laughs> 大きいか小さいかというと、まだ序、まあの口ですよね、序の,の口だということも言っていて、うん、で一方で、そのトランプ大統領が。 またなんか面白いこと言い出してトランプさんが、ええ、トランプ前大統領プーチンはジニアスだプーチンはジニアスだ<あ> <laughs> 天才だと、うん、こう言ってこのプーチンのやり方がすごいと。 やりよんなあっていうことでですすやっっぱさすがやあいつはって感じだと思うんそのジニアスっていうところ以外のは割と音声があって確認できるんですけどジニアスと本当に言ったかどうかって実はあの伝聞の伝聞なのでよくわからないんですが、まあ、ただこうプンチーさんに対してこうトランプさんっていうのは非常にそのまあ前々から非常に親近感を覚えていてこういう発言が出てくるとやはりバイデンさんはやはり。 まあ強硬な部分にこう走っていく流れが出てきますよね、まあ国内政治が外交を動かすという典型的な状況になるんですけど、でまあ、今回の演説の中でまあ面白いことをいくつか言っているんですね、一つはですねバルト三国の軍事を強化する、うん、これバルト三国よくわからない話ですよね。 バルト三国はまさにそのちょっと北の方にあって、はいうん、まあロシアに接してるわけじゃないですか。でバイデンさんがトーンを変えている最大の部分っていうのは何かというとまあプーチンさんはもう止まらないでしょうと。うん、でウクライナだけで終わらない可能性があるみたいなニュアンスになってきている。<ー>だからそのウクライナに対してどのぐらい。 その軍を進めるかっていうまあ一つの焦点にはなってるわけですけどももう一つはそのウクライナ外のつまりまあベラルーシにはもうすでに軍隊がいますねとロシア軍が入ってますでまあベラルーシはそうは言ってももうあのプーチンさんのお仲間みたいな国ですからまあそこで問題になることはないとただバルト三国というのはもう西側に入ってるわけですから NATO にも加盟してるわけですから。 でここに対して軍事的な支援を強化するって言ってるってことは、うん、やはりプーチンさんがかなり強硬さの度合いが、うん、まちょっとレベルを超えてくるんじゃないかという危機感ですね。うん、それと私は改めてですねその前回の,その一番最初の我々が最初にこの番組先週取り上げた、はい バイデンさんの演説を読んでみて一つちょっと後々気が付いた話があって、はい、その実はバイデンさんはウクライナにアメリカ軍は派遣しないと言ってるんです、ねうんうん、ところがあの文章の中を見てるとウクライナ軍の訓練はアメリカがやると言ってしかもすでにやっていると。なおかつ ロシアア軍がアメリカ人ウクライナにいるアメリカ人をターゲットにしたら軍事力を持って報復するとこう言ってるんですよ。うんうん、ということはですよこれ推測の推測測のです仮にアメリカ軍が、まあ、あの軍事顧問団ってこ,これよくやるんですよ。軍隊は派遣しないけど軍事顧問団を派遣してそこでウクライナ軍を訓練して。 うん、でそこにロシア軍が攻撃してきてアメリカ軍にアメリカ軍人ですよね、うん、被害が出たらこれはアメリカに対する攻撃とみなしてアメリカ軍の軍事欲を持って報復するというふうに、うんまあ、受け取れるような内容になってる、うん、でそうするとですねどうもこの今朝の演説も見ていくと、まあ、バイデンさんは。 ある程度軍事的なシナリオを検討してるような感じがするんですね。ああでまあそれでそのトランプさんの発言を、まあ、トランプさんが、まあ、つまり中間選挙だったり大統領選挙ってアメリカ国内の政治的な状況でいうとトランプさんと やっぱりこうロシアとも敵対関係にあるとはいえトランプさんとはもっと敵対関係にあったりするわけですね、うん、でトランプさんが、まあ、バイそのプーチンさんを、まあ、ある意味称賛するような発言をしたっていうのをとらまえればここでバイデンさんとしてはロシアに対してもっと強い姿勢に出ていく、うん、ということは選択肢として大きくなっていくわけです。うん、で、ね、こういうことを言ってるんですよ。うん、ディフェンディング・フリーダム。 ディフェンディングフリーダム,ーダム自由ムまあ自由というかフリーダムですからまあ自由だったり自由諸国だったりっていう意味を、うん、ディフェンディングフリーダム will have cost for all of us つまり我々あらゆる人間が自由を守るためにコストを払わなきゃいけないんだという、うん、つまりそのコストということを強調し始めた、うん、<で>それはつまり 物理的な、ああ、力を発揮することもあり得るよ。っていうよ、ということを。のコストと言ってるっていうことも含めてですね。だから、そういうことも、こう言い始めていると。で、アメリカって、まあ、民主主義国って言いますけど。ぶっちゃけ言うとですね。軍事国家なんですね。あの、もう軍隊で成立している国なんですよ。これ、もうね。 アメリカもうそういうそのもう軍隊と共にこの国が成立してるっていうふうに見ると、まあ、まさにその大統領って別に何と言われるかっていうと軍の最高指揮官って言わわれるわけですね軍隊をどう使うかっていうのが大統領にとってのまあ最も大きな、まあ、権限であり責任になるっていうことでいうと、まあ、バイデンさんがそういうことを考え始めてると。 いうことも、私はあり得るのかなと。それは、やるとなったら、議会の承認とかがいるんですか。当然あります。ただ、もう。完全に、あの、共和党はもっと強硬に出ろと言ってるわけですよ。<ー>野党がういう上行ってる、ね。野党が上行ってる状況で、だん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 、その。バイデンさんとして、まあ、そうは言っても、まあ、逆に、バイデンさんからすると。身内の民主党が、もう少し冷静になると言ってくる。 可能性があるんでそう簡単にはいかないと思うんですけどなんかこう教科書的なことと言うと国際秩序に対する貢献とかそういう意味でどん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 そのアメリカ外のところに突っ込んでいく傾向っていうのは共和党よりあの民主党の方が強いとよく言われますよね。はい、でも、はい、今回は共和党がもっと強く出ろと民主党よりも強硬な姿勢を示せと言っている。言ってるわけです<ー>ですなおかつですねその 多分ですよ、うん、その私の勝手な推測ですけど <laughs> バイデンさん的にはね割とねあのフランクリン・ルーズベルトさんを意識してるようなところがあるんですよね。というと。これはあのつまり第二次世界大戦の、まあ、つまり発端となったとかアメリカが参戦したのは、まあ、ルーズベルトさんですね。例えばその,あの、まあ、経済政策もそうですよね。 いわゆるニューディールっていうようなことをまあ言い出してつまりそのまあ新しいその経済政策っていうものをまあルーズベルトさんが出したでかたやバイデンさんはそのグリーンニューディールみたいなことを言い出したでつまり先制攻撃は絶対しないわけですよアメリカは。ただこのバイデンさんが言ってるアメリカ人の犠牲が出たらウクライナにいるアメリカ人のに が、ターゲットになったら、アメリカは軍事的な報復をするんだって言ってるわけですね。で、そこに軽いですよ。アメリカの軍事顧問団を送っていて犠牲になりましたと。いや、だから本当にやらないなら、それはやらなきゃいいわけですよ。そんなことね。うん、いや、そのウクライナに対して物資を与えます。情報も与えます。しかし、それはウクライナ軍はウクライナ軍がちゃんと自分の国守ってください。っていうふうに言ってるなら。 まあ別にそれはアメリカ軍が手を出すということにはならないんですけど、はい、アメリカ軍がウクライナ軍の軍事訓練もしてますと。はい、でロシア軍は実際にもうウクライナに侵攻してるわけですよね。でその中でアメリカ軍が仮にですよ何人かいてそこでターゲットになることはありうるわけですねミサイル撃ち込まれればその死者が出ましたっていった時に、うん、バイデン大統領がそれを。 大きく捉えていやあのこのアメリカ軍人たちの犠牲に対して我々は動かなきゃいけないって言い出すとあ、うん、まあそういう動きになる可能性もあるんだろうなあのやるる理由先に言うてるみたいなそうですね,でねこあまさにね今大臣さん言ったら面白いんですけ今回一連の動き見ててねアメリカはねものすごい違うこれまでと違うことやってるんですよ。 もうね。あらゆる情報機関の情報を先出し先出しするんですよね。うん、もうそれはそれ。もうバイデンさんが出てきて何言ったかって言うと、うん、数日以内に、うん、そのロシア軍がそのプーチンがそのロシア軍をこう投入するという、うん、その情報を得たみたいなことを言うわけですよね。よねで、普通ね。そういうこと言わないですよね。だって、情報機関の情報をストレートに出すと。 何が起きるかっていうと向こうは向こうでどっから漏れてんだって言って場合によってはですよ情報機関の関係者が命を失うわけですよせっかく埋め込んだスパイいやられちゃうわけです,ううですや,ですしょやはり粛清されたりとかそういうことがあるから、うん、絶対にそういうストレートな情報を出さない、うん、ところが今回バイデンさんだけじゃなくてハリスさんもあのミュンヘンって言ってますけどあとブリンケンさんもそうです。 もうその右から入ってきた情報を、ね、全部でしかもこれバイデンさんも言ってるんですよ、これはもうあらゆることを積み隠さず話すって言って、うん、もう国民と共有するって言ってるわけですよ。んであんまり批判されてないどころかかなり評価されている。う バイデンさんは追い込まれてるんでもなくて、割とうまく世論操作ができちゃう。そうですよね。本当やる理由ただ試合とかかどうかわかりませんけど、そういう情報機関からしたら何してくれてんねんっていうのあるかもしれない。あると思いますよ。あるあると思うけど、まあでも逆に言うと。 アメリカが動きやすいっていう状況を生むのかもしれない。情報流して道筋作ってるみたいな。いまあ本当にね、そういう感じはしますよね。だから明らかにその最初はね、その四五日前はロシアの我々敵じゃないよと。七十年前一緒に戦ったじゃないかって、もうとにかく戦争をやめようっていうスタンスを出すんだけど、もう数日後してコロっとも手のひら書いて。 自由や民主主義を守るためにはコストは我々はいるんだとこう言い出してるわけですからで多分それもね全部計算済みなんですよ多分おそらく振り返るとうこういうその世論も動いていくだろうっ共和党だって多分もっと強硬になる,強く出るだろうとでトランプさんが発言するかどうかは、まあまあ、想定外としても <laughs> そういう中でこう国論がこう固まっていくとアメリカ本当に戦争するのは簡単な国ですよ。 でただそのこの間も言いましたけど軍隊を動かすにはやっぱりアメリカはお金と時間がかかるわけですね、はい、で議会も確かにでも議会がもうある程度もう納得し合うよ、ん、と、うん、あとはもう軍隊がそれだけの軍隊を出すっていうのはやっぱ準備が必要になってくる、うん、っていうようなことになると、まあ、私はある意味、まあ、変な言い方ですけどバイデン大統領がどう出てもおかしくないような状況が生まれているのかな それ怖いです、別に、うん、あの、うん、極東の舞台は行かないですよね。うん、いや、あり得るでしょうね、ね <laughs> うん、結構ね、まあ、新聞なんかでは、その極東の舞台の動きも活発にみたいなことも書かれていたりで、ね。まあ、そこを見とけば。極東の舞台っていうのは、まさに、あの、沖縄になるわけですけども。うん、あの、これはね、沖縄の。 その部隊の集積を見ると大体わかるって言われてますよね。んど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 んやっぱり中継地としてこう動いてる。ただまああの逆にまあ向こうが大西洋から回るケースもあるでしょうから、まあその辺どうなるかわかりませんけど。ただもう本当にね、あのこれは本当に割と意外でもないかもしれないけど、アメリカはやっぱ本当に軍事国家だっていうところは、うん、でしかも軍隊を動かすことに対してはもう要はあの。 もう決まればもう本当にあのもう予備役から何から投入するっていう国なんですでもやっぱりそれを収めるのが一番大変だっていうじゃないですかだから動かすのはもうゴーって言えばそこに向けてやればいいけどアフガンだっていだって収めようがなく最初の失敗はその収め方だったっていうようなねことがあるぐらいで。しかも今度は その局地的なゲリラ戦ではないわけですね。そうですね。一歩間違えて、本当に、だから、まあ、軍隊を送るっていうことで。まあ、もう一回お互いに向き合って。止まるっていうことも。まあ、多分期待されるんだろうと思うんですね。もし、送ったとしても。うわ本当に、ギリギリのことですよね。<や>それって本当に。うん、なんか、冷戦構造が終わった時に、ちょっとこの状況は想像してなかった。 本当そだからなんかそのアメリカのメディアなんかの論調を見てても、うん、この時代ですよこんなことになってるとは。つ、ねうんうん、まりまさに国境線を変えようという動きが主要国から出てくるっていうのはやっぱり想定してなかったっていうことですよね。ね ちょっと本当にね<の>だから本当に来週またねどうなるかっていうのもまあ本当に毎日のようにちょっともうじりじりする思いでこのニュースは見てますけれども、はい、来週このニュースに関して何かしらちょっと緊張の緩和というようなニュースが、ね、あればいいですけれどもねはい、はいえー、立岩一郎さんのもっと言いたい水曜日のコーナージャーナリストの立岩一郎さんでした。